久保さんオリンピック選手にしましまょうか今あのオリンピック冬のやってるんですけど多分ねオリンピック選手でコーチ監督がい,いずに出場してる人多分、まあ、全部調べてないんで分かんないですけどほぼいないんじゃないかなと思います、まあ、何が言いたいのかっていうとオリンピックに出るようなトッププレーヤーでも、まあ、コーチ監督アドバイザーがいるってことですねこれは何を意味してるのかっていう話ですねいってらっしゃい